フランベルスバッハ、またはフランバースバッハは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ウンターフランケン行政管区のマインシュペッサルト軍に属す市場長である。フランベルスバッハは、州指定の保養地で、ビュルツブルグとアシャフフェンブルクとの間、シュペッサルト自然公園内に位置している。クビユーは、ラウベルスバッハ側がロール側に注ぐ合流点に位置している。 地理的に分離された、長築ハービヒスタールはそこから約 5km にし、短いミュールバッハ川の横谷に位置する。ミュールバッハ川は、アウバッハ川に注ぐ。アウバッハ川は、町境のふもとでロール川に合流する。海抜 460m のこの町の最高地点は、ハービヒスタールの西、ザントコプフの東斜面に位置する。海抜1 9 9ルの最低地点は、 ロール川沿いである。フランメルスバッハは、以下の二つのオルツタイルからなる。ゲマルクングは一つである。かつての集落、ヘルベルツハイン、ホーフライト、シュバルテルは現在、フランメルスバッハと一体化している。この町の近くには、北西から北東に向かって、ベラースベルク、ヘルマンスコッペ、ロールベルク、アイヒエンベルクの山が連なっている。いずれも森に覆われ、高さは、 海抜479メートルから567メートルである。町の北西にはほとんど森のないホイベルクという名の山がある。ここからロール川の支流であるラウベルスバッハ川が湧き出しており、短い滑走路の小さな飛行場がある。地域改造計画バンドランダー、ホルデルングスプログロム3、下頭タタウエストにより、住民も参加して、 町の中心部の再開発が行われた。2003年に町のモデルの製作が始まり、2011年第1、四半期に可決した。市場町フランメルスバッハは大きな商業地であり、南に位置するパルテンシュタインや北に位置するヘッセン州のフレイルスバッハタールやヨスグルントに対して地域を超えた物資の供給機能を担っている。下級中心となっている。 市場町フランメルスバッハの市場範囲内には約18万5000人が住んでいる。フランメルスバッハはパルテンシュタインフランメルスバッハビーゼン、アシャフフェンブルクという地域の発展軸上に位置している。町名は町の西側を流れ、中心部でロール側に合流する、現在ラウベルスバッハ側と呼ばれている川に由来する。この町は様々な古地図や資料に、 以下のような表記で記されている。石器時代、青銅器時代、表記からそれぞれ異物が発掘されている。この村はおそらく6世紀から7世紀のフランク王国による領土獲得の時代から体系的に入植が行われていたと考えられる。この村は1314年に初めて文献に記録された。フランメルスバッハは 1416年までロールハウプテン教区に属していたが、1553年から1605年までは、福音主義が信仰された。調律文書館に保管されているゼクザーブーフには、中世から近世への転換期にあたる1572年から1764年までの村の歴史が記されている。ヨハン・フィリップ・フォンシェーン・ボルンは1665年に、 フランメルスバッハに年に2回の家畜司会再建を授けた。しかしこれは市場町への昇格を伴うものではなかった。市場町としての特徴は村の大きさに起因して19世紀になるまで現れなかった。フランメルスバッハは経済市場運送業者の村として重要性である。例えば1430年にはすでにフランメルスバッハの運送業者が アントウェルペンの文書に記述されている。彼らは後にアントウェルペンに荷車を止めて宿泊することができた。特に16世紀から17世紀前半にはアントウェルペン・ライプツヒ及びフランクフルト、ニュルンベルクといった主要区間を独占ではなかったが頻繁に往来し、より長い区間も輸送した。荷物は主にスパイス、貴金属、布地やガラスであった。 この村を苦しめた30年戦争以前には人口はすでに約1400人に達していた。19世紀半ばの機械輸送や鉄道の普及によりフランメルスバッハの運送業ツンフトは終了した。1784年にフランメルスバッハはビーゼン、ルッペルツヒュッテン、パルテンシュタインと共にマインズ選定高領のアムツフ北イフランメルスバッハに属していた。 帝国代表社会議主要決議によりフランメルスバッハは1803年に新設されたアシャフフェンブルク公国に編入された。フランクフルト大公国時代にフランメルスバッハはアシャフフェンブルク県のディストリクトメリーフランメルスバッハの首優となった。メリーはヤーコプバイスであった。パリ条約によりフランメルスバッハはバイエルン領となり、 ラントゲリヒト・フランメルスバッハの中心地となった。バイエルンの行政改革に伴う1818 18年の自治体例により、アイゼンハンマー、エルミューレ、ホッケンルウエレンガ工場、フランメルスバッハの集落から自治体フランメルスバッハが形成された。1819年のフランメルスバッハには425個があり、1200人が住んでいた。現在のフランメルスバッハは、 当時四つに分かれていた。シュバンダー地区、ホーフロイター地区、フランメルスバッハ地区、ヘルベルツハイン地区である。1823年にラントゲリヒト・フランメルスバッハは廃止され、フランメルスバッハはラントゲリヒトロールに移管された。1862年にこのラントゲリヒトから別イルクスアムとロールアムマインが創設された。1939年、ドイツ国全土で ラントクライスの名称が用いられることとなった。フランベルスバッハは、ロールアムマイン軍の26市町村の一つとなった。ロールアムマイン軍の廃止によりフランベルスバッハは、1972年7月1日に、新設されたミッテルマイン軍に編入された。10ヶ月後この軍は、現在のマイン出ッ,ッサルト軍と改名された。20世紀には、町の下手屋で、第二次世界大戦後に、 衣類工場となったアルフォンス・ミューラー・ビッペルト・フィルトがフランメルスバッハにとって経済的に重要な会社となった。1975年1月1日にハービィヒス・タールが合併した。1988年から2018年までの間にこの町の人口は4815人から4532人にまで減少した。減少人数は283人。 減少率は5.9%であった。フランメルスバッハ方言は、おそらく中世から19世紀に、ニュルンベルクからアントウェールペンまでを行き来した、運送業者によってもたらされた。多くの外国語が用いられることもフランメルスバッハの、この伝統によるものである。2017年1月23日から、クリスティアン・ホルツェマーが町長,長を務めている。 フランメルスバッハの町議会は16議席からなる。左右に分割。向かって、左は白地にハンスバイエルの旗盤がをモデルにした緑色の有名な運送業者。向かって、右はローンハックの紋章に由来する赤地にマインズの輪とリーネックの横帯。フランメルスバッハは、以下の町と姉妹自治体関係にあるメキシコナーダストには、 移住したフランメルスバッハの人々の子孫が暮らしており、フランメルスバッハの方言に似た方言を話している。この他に、チェコのヤーヒモフと援助、協力関係を結んでいる。この関係は、追放された後フランメルスバッハに移り住んだかつてのザンクト・ヨアヒム・スタール、デュルンベルクの住民たちによって、1977年5月14日に始められた。これらどちらの地区にも、 周縁部にしか定住が許されていない保護森が存在する。また、どちらの自治体にも古い交易路、エーゼルスベークが通っており、多くの運送業者が住んだ村落がそれぞれに存在する。シュペッサルト山地のフランメルスバッハとエルツ山地のライシュドルフである。道路、フランメルスバッハを南北に、連邦道、B276 号線が通っており、東西に走る修道。 l 2 3 0 5 0 0はこの町を終端としている。アクセスの便が良い連邦アウトバーンには以下のものがある。バスと鉄道この町は平日は以下のバス路線で結ばれている。フランベルスバッハはパルテンシュタイン駅経由でマインシ出ペッサルト鉄道に接続する。貨物鉄道交通はロールアムマイン駅を経由する。航空もよりの国際空港である。 フランクフルト国際空港は約8 0キロメートル離れており、連邦アウトバーン A3 号線及び A66 号線で行くことができる。ニュルンベルク空港とは約1 6 0キロメートル離れている。アルフォンスミュラービッペルトフュルトによってホイベルクに設けられたスポーツ飛行場は現在模型飛行機だけが利用している。近郊にパラグライダーの離陸台がある。 学校幼稚園学習路幕が製造博物館が入居するバルトシロスブラウエライフランメルスバッハでは45団体のクラブ、協会が活動している。ありがとうございます。